自衛隊の制服組トップの統合幕僚長が4年ぶりに交代となり、新旧統合幕僚長の離着任式が行われました。万歳！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 昨日付で統合幕僚長を退職した山崎氏は、アメリカに加えて NATO との関係も推し進めるなど、関係各国との連携を強化してきました。離任式では苦楽を共にした部下からこんなねぎらいの言葉もかけられました。統合幕僚長のおそばで勤務した日々が私の青春でした。ありがとうございます。新しい統合幕僚長には吉田義秀前陸上幕僚長が就任し、今日初めての記者会見に臨む予定です。